皆さんこんにちは、武田塾の高田です。です。今回のテーマは日本史世界史ショートカットルート、社会科目ね、間に合ってないって人も多いと思うんですよ。現役生とか特に追いついてないんじゃないでしょうか。そんな中でどう間に合わせるのか、あとね、日本世界史の大事な勉強のポイントとかもこの動画を通して伝えられたらなと思ってます。結構日本史と世界史はルートの構成が似てって、日本史の場合は日大レベルは時代と流れで覚える日本史 B 用語っていう教材を暗記用の本として使っています。で、こういう系の参考書士は金谷のなぜと流れが分かる本を使っています。その後共通センター試験過去問で演習アウトプットをしましょうという流れになります。世界史もかなり似てます。小池の参考書は茂木誠の世界史が面白いと分かる本で、時代と流れで覚える世界史 B 用語をやってセンター共通テストの過去問を解くと。時代レベルのショートカットどうしましょうか。カットしてもいいと思います。過去人による。つまりレベル丸ごとカットですね。日大ごとカットっていう。ごとカットが社会の場合は生徒によっては可能ですよと、はい、代わりに何やんのかって話なんですけど、日本世界史のルートの全体像の話からしましょう、はい、まず日大レベルでは日本史の場合、金谷のなぜと流れが分かる本を講義系の参考書として読みます。時代と流れで覚える日本史 B 用語で暗記します。共通テストセンター試験過去問でアウトプットの演習をします。ここまでが日大レベル。段階突破テスト、日大の過去問を解いてクリアしたら次のマーチレベルに進みます。マーチレベルではまず講義系の参考書がパワーアップします。石川の実況中継で詳しい講義系の本もしくは教科書ですね、小説日本史 B、 どちらかを読み込んでください。知識の量も増やさないとダメです。その時使う本2冊あります。東進の日本史一問一答完全版、もしくは日本史2レベル定着トレーニングっていう赤色の問題集、これで知識をさらに上塗りします、レベルアップさせます。その上でじゃあ次アウトプットの本何するかっていうと、実力をつける日本史 B100 題、それと並行して資料の一問一答とかも覚え始めましょう。ここまでがマーチレベルでした、はい、マーチレベルの時は日本史 B 一問一答は星3星2のみでよかったですと、うん、ただこれ総計レベルに入るとき、次日本史を星1星無印まで覚えていきましょう。で、総計の過去問やっていきましょうというのが日本史の構成になっています。世界史もめちゃくちゃ似てて、世界史の総計レベルまでのルートも話すと、世界史1レベル講義系は茂木誠の世界史が面白いことが分かる本を読みます。知識の追加は時代の流れを覚える世界史 B 用語を覚えます。その後共通センター試験過去問で演習します。ここまでが日大レベルです。次マーチレベル入ります。知識の強化のために東進の世界史 B 一問一答、斉藤の世界史 B 一問一答、このどちらか一問一答を使う場合ですね、暗記をしていきます。もしくは一問一答系が合わない場合は世界史マルチトレーニング、あちら使って世界史の知識をさらに覚えていきます。アウトプットの本はヒストリア、マーチレベルのアウトプットはヒストリアを使って世界史の知識をアウトプットしていきます。ここまでがマーチレベルで、マーチの過去問解きましょう。一問一答は星3星2のみマーチレベルでやりましょうって話でした。これが総計になると無印までやります。世界史に関してはまず初期の知識が多いんで、はい、日本史のように金谷やってその次石川とかじゃなくて、世界史はずっと茂木誠で一貫してやっていくっていうようなルートになってます。ここまでがまず今までのおさらいでした。詳しい話は日本史世界史のルートの動画を見てください。国公立の話また後でします。一旦私立の話なんですけど、何をショートカットするかっていうと、今からの時期から入試までそんなに時間はないです。たくさんの参考書できません。社会はとにかく一冊を徹底的に完璧にして、それをインプットしまくるのが今からできる一番成績を伸ばす方法ですね、はい、一つの参考書を5週10週何週もやりまくるとってなった時に、レベルは優しすぎない方がいいです。ある程度のレベルカバーしてくれてる本がいいです。武田塾はこうスモールステップなんですよね。結論から言います。日本史は2レベル定着トレーニングもしくは一問一答、世界史もマルチトレーニングもしくは東進か斉藤の一問一答、これを一冊やりまくるというルートです。もちろん小池の参考書は使ってください。日本史は教科書もしくは石川の実況中、世界史は三輪君との世界史が面白いほど分かる本、一冊の中で総計レベルぐらいまでの知識をカバーできる本を徹底的にやりまくる、これが勝ち筋かなと思ってます。時代と流れで一通りそこまでいかないレベルの知識量で通試を一体やってから一問一答とかに行きたいところでもありますが、そうも言ってらんない場合はこれが一番ベストなのかなと思うんですね。本当はスモールステップで行った方が歴史って身につきやすいんですよ。ただ時間がない時に両方中途半端になるんだったら、知識量が多い一冊をやり込む、だからみんなはしんどいです、しんどいけどこれが一番効果が出るんじゃないか、うん、皆さんがどんな状況にあるかで考えてもらう、例えばですけど定期テストとかは結構しっかりやってました。まだ夏なんでね、通常終わってないですみたいな範囲とかももしかしたら学校によっては結構あるとは思うんですけども、終わってる範囲に関しては少なくとも結構しっかり定期テストの段階で覚えてますよ、理解してますよって感じだったら、初手で一問一答とかに入ってもいけなくはないかな。ちょっと流れ怪しかったら講義系をしっかり読む、講義系をしっかり読むということが大前提の一問一答だけで乗り切るみたいな、うん、通試入ってない人というか歴史の流れが分かってない人は一問一答危険やと思うんですよ。だからそういう場合はまだ日本史で言うと2レベル
ル定着トレーニング、世界史で言うとマルチトレーニングのような、どういう構成かっていうと、文章があるんですね。その文章が空欄とか赤字とかになってて、文章中で暗記できるのが2レベルとマルチトレーニングの構成なんですよ、うん、一問一答のページもあるんですけど、一問一答だと用語だけの暗記になりやすいんですけど、文章中で流れと一緒に覚えていった方が使える知識になりやすいので、時代と流れをやってたら別に一問一答でもよかったんです。時代と流れを覚えた後に歴史のある程度流れが分かってる状態で一問一答やる分にはデメリットは少なかったんですけど、はい、いきなり初手一問一答だと知識の丸暗記になりやすいので、日本史は2レベル、世界史はマルチがおすすめだけど、いけるって自信がある人は一問一答でもか、そのどちらかは仕上げてほしい。一問一答の良くない状態に陥ってる、ただただ用語だけ覚えてて問題全然解けませんみたいなことにならないんだったら、それもかっていう感じですかね。それらをしっかりやり込んで、マーチ受ける人はマーチの過去問、総計受ける人は総計の過去問っていうのを順番にやっていってもらえたらって感じで、必要な知識は絶対書いてある、講義系の本も加えたらなおさら書いてあるんで、あとはアウトプットを過去問とかでちゃんとして、知識をいかに身につけるかの勝負を残り期間最後ギリギリまでやってもらえたらいいなというふうに思ってます、はい、そういう意味で言うと、過去問入って、あ、覚え方まずかったわって気づくんじゃちょっと遅いと思うので、なるべく早めに過去問とか協定の予想問題とかもね、まあ、解きつつ日々の理解だったり暗記っていうのをしてもらえると、変な勉強になりにくいかなとは思いますね。百題とかヒストリアとかもカット致し方なしみたいな、過去問でアウトプットしてもそこまでの支障は出ないかなと。百題とヒストリアの使い方としては両方マーチのアウトプットの方じゃないですか、はい、得意な分野苦手な分野とか、得意な時代苦手な時代、まあ、世界史で言うと得意な地域苦手な地域とか出てくると思うんですよ、うん、でそれちゃんと自分分かってるかな不安だなみたいな時に、そのテーマだけやろうと思ったらやれるじゃないですか、うんうん、江戸時代不安だなとか、はい、明治昭和とか苦手だな、近現代苦手だな、うんはい、じゃあそこだけやろうみたいな、日本史だったらそういう使い方ができると。でそれでちゃんと解けてたら、あ、分かってるって証拠だし、こういう聞かれ方するんだ実際の入試では、あ、なるほどここ覚えとこうって新たな発見があるかもしれないし、はいうん、自信ある分野はやらなくていいけど、不安だなっていう時代とか地域とかテーマとかはやってもいいかなと思います。確かにそうですね。ピンポイントでアウトプットの演習は拡大ヒストリアに関してはやる、もちろん資料集とかね、用語集とか必要なものに関しては適宜参照しながら学問と一緒に進めていく。ただメインは今言った参考書だよと、2レベルマルチを基本とし一問一答とかだよというのが社会の攻略法ですかね。まあ逆にそのそんなに到達点高いレベルを目指してませんよ、一コマ線3期交流ぐらいまでですよっていう人は、時代と流れでやりきるっていう方がいいんじゃないかなと思います。逆にそれで一問一答やっちゃうとオーバーワークに基本なるんでやめた方がいいかな。難しいのが、時代と流れでどこまで対応できるのっていうのも結構むずいところで、はいはい、青山学院とかマーチの中でも比較的社会全学部入試だと優しいって言われてるじゃないですか。カンカン同率関大関学は優しめで、立命が難しめ、同志社もやや難しめっていう難易度設定になってるんですけど、関大関学青山学院ぐらいだったら、時代と流れプラスアルファの知識でいけなくはないと思うんですね。そのあたりだったら別に時代と流れプラスアルファなんかで知識を補えれば悪くはないかなと思うんで、むずい2レベルとかを時間ない中やった方がいいのかってい う社会にどんぐらい時間割けんのかなっていう、余裕なかったら時代と流れの方がいいですよね。そうですね、うん、無駄を最小限にするというか、うん、やってそうすることはまず基本ないので、それを仕上げ切って過去問やって、あとはそこから足すのか足さないのか、うん、ここで僕らが時代と流れ推奨してないのはなぜかというと、知識がそもそも足りない以上は受かんないんで、できるだけ多いもの2レベルとかマルチとか一問一答とかを進めてるのはそういう理由、両方やる余裕はない、どっちかやるってなったら知識多い方がいい、だからそっちを進めてますと。で知識ないものでギリギリ戦うやり方もありだと思ってます。なんで他の教科英語や国語は忙しいって場合、社会に最小限の時間しかかけられないって場合は、マーチの優しめのところであれば時代と流れで一発狙うのもありかなという感じですかね。最後記述の話しないといけないんで、これね、記述は記述でカットできるところは多いです。国公立の記述で日本世界史使う場合は、大学ごとの入試問題の傾向をまず先に見てください、はい、自分の大学は知識を求めてるのか流れの理解だけ求めてるのかを判断してほしくて、オール記述の日本史だってあるわけじゃないですか、オール記述の世界史だってあるわけじゃないですか、もしくは半々、知識の問題と記述が半々の大学もあるわけじゃないですか。気をつけないといけないのはオール記述の場合です。オール記述の場合は知識なくてもちゃんとしたルートを組めば受かります。例えば時代と流れで覚えるレベルの知識は必要です、日大レベルとして時代と流れをやります、共通テスト選択試験の対策もやります、そっから先は知識足す必要はないんで、記述のことと教科書の読み込みだけやればいいです。だから逆に言うと2レベルとか1問1答はこの場合はカットできます。記述で言うと日本史やったら考える日本史論述か、はい、あと小説日本史の読み込み、これをやってもらえたら。
大学共通5から始めても、まあ、2次に日本史があるとしたら数学とか筑波とか阪大の外国語とか数学の代わりに社会北大の総合文系とか、うん、そうですね英国日本史とかみたいなパターンもしくはさらに科目数が少ない特定の社会科の学部とかですかね模擬演習と並行しながら論述の練習をして知識としては強手センターレベルただ流れをどれだけ正確に理解してるか問われるんで教科書の読み込みがめちゃくちゃ重要かなと教科書の読み込み論述練習そのあたりを徹底的に鍛えていけば一問一答とかは全然いらないなというところが多いと思います、うん、時代と流れをやってる時に時代と流れって言ってるぐらいそこを意識した問題集なので記述で書くことも念頭に置きながら覚える理解するってことをやっていただきたいなと思いますね世界史に関しても同じことが言えますね自治体レベルは時代の流れで覚える世界史利用と模擬誠がねちょっと詳しすぎるかなとは思うんで山川の教科書いける場合は教科書を読んでもらって論述の参考書としては分かる解けるかける世界史論述これをもう論述徹底的に仕上げてもらう論述で聞かれること分かったら大体教科書の読み込みでどこ読めばいいのかって分かってくると思うんでそういうところをやりながら過去問もやって論述の対策をしっかりしていくもし日本史世界史共通してなんですけど知識が求められたとしても時代と流れで覚える日本史 B 用語世界史 B 用語レベルの知識だと思うんでそんなマニアックな知識聞かれるのって東大京大一橋を除けば他の国公立の世界史で日本史でそんな細かい知識問われるところないので基礎用語ちゃんと固めて論述の練習をとにかくする因果関係背景をちゃんと書けるようにするその辺を期待で言ってもらえたらいいかなと思います共通テスト終わってからそういう論述の対策を頑張ってくださいとまずは共通テストを日本史世界史それぞれ取れるようにしましょうというようなアドバイスになりますね以上が日本史世界史のショートカットルートでした今回は以上です助けてください思ったように成績が伸びません任せてください武田塾が正しい勉強法を教えますモチベーションが続きません毎日の勉強を徹底的に管理します志望校に合格できるか不安です今から間に合わせるプランを教えます夏だけではこれら入会金無料で受けることができます詳細は概要欄から。